冬の朝、道を作る。玄関までのほんの少しの道。家族が出かけていく我が家の道を。もう全然違いますね。やっぱあるとありがたいです。まあ朝の時間も短縮できるということで、パワーがあってとても楽ですね。この40年、お年寄りだけの世帯や共働きの家族も増えてきた。ホンダが作ってきたのは、みんなの雪かきを楽にできる除雪機だ。とてもスーッと軽くて、操作を覚えれば女性もいけます。一回使ったらもうやめられないですね。マイナス20度の厳しい環境でも除雪機はいつも通り動く。誰も褒めてくれない当たり前のことを確実にこなす。それが雪国を支える除雪機に求められる性能。壊れないんですよ。もっと早く買えばよかったなっていう。まあ信頼性がやっぱり一番、何でもそうですけど、大事かなっていう。で実際壊れないですから、肝心な時に壊れてもちょっと使えないっていうのもあるんで。ハイブリッド、クロスオーガ、スマートオーガ、ホンダが開発したさまざまな先進の技術。それは誰もが使いやすい除雪機を実現する技術。ああ全然違いますね。最初の頃はもうほとんどみんな手で操作でしたけど、今は全部電動で、すごい楽ですね。760ですね、使ってたんですけども、やっぱりだ、買い替えるたびに数段に飛びが変わってきて、前のから比べるとやっぱり硬い雪は強いですね。たくさんの人の雪かきが少しでも楽になるように、ほんの少しの道を作る、それだけのこと。ありがたいです。重宝してます。大満足してます。冬のやっぱり必需品ですね。除雪機もホンダがいいのかな。ホンダだけど少し地味と言われることがあります。それでもいいんです。雪かきが早く終わって少しだけ家族の時間が増えれば、今年の冬の感想が疲れたじゃなくなるのであれば、それが除雪機を作り続けるホンダの思いです。雪国で選ばれ続けて40年、ホンダ除雪機